はい、こんにちは、くまるです。今回もポケモン対戦やっていきたいと思います。今回使っていくのはですね、エースバーンなんですけど、まあ、こいつギガインパクトを覚えさせてきましたね。だから昨日ね、一応私最終順位じゃなくて瞬間6位になってる友達がいるって話はしたんですけど、その人が今ギガインパクト型エースバーンっていうのを使ってるらしくて、それでねちょっとまあ使ってみようということで、でそいつが使ってる方と全く同じ方は全然違うと思います。どんな方で使ってるのかさっぱりわかんないんですけど、ギガインパクト型エースバーンを使っているっていう情報だけ入ったんで、とりあえず使ってみようということで使っていきたいと思います。まあね、明日は多分ちゃんとした教えてもらった方でね使っていくと思うんで、今日はこいつで私なりの、まあ、強いと思う方でやっていきたいと思います。ということで、まあ相手トリトドンとかシャンデラいるんで、トリトドンシャンデラあたり飛ばすために必須とか持っていきたいよね。バタフリーとかも、まあ、まあ打点あるし、なんやかんやできて、で上からパッチラゴンでぶん殴っていきたいなーっていうのがある。初手パッチラゴンとかでいっかな。いや、初手キスでいきます。キスパッチで最後エースバーンでいきましょう。まあエースバーンはエースバーン対エースバーンでも勝てるようになってる調整、これでいきます。再戦よろしくお願いします。ギガインパクトさえ使えれば、トリトドンとかもね HP じゃなかったら吹き飛ばせる可能性もなきにしもあらずって感じなんで、やっていきたいと思います。いやー、どうだろう、わかんないんですよね全然。ね、一応エースバーンは確定一発で持っていけるぐらいのね、なんか計算ぐらいはしたんですけど、それ以外の計算全くやってないんで、まあシャンデラはとりあえず出し負けではないな、とりあえず出し負けではないけど出し勝ちでもない、普通やね、普通対面です。普通対面でシャンデラの方が 100% 上を取ってくると思うんで、トリルじゃなければ上取ります。なんでここはエアスラッシュ連打でいきましょうか。とりあえずタスキな気がするんよな、シャドーボール。本当はここはヒートロトムとか出してね、なんとかしたかったんですけど、あー、いいダメージ、いいダメージ次も耐えますね。よし、ちゃんと耐えてくれるならオッケー。乱数臭いけどね。これ買った直帰じゃねこれこれ直帰な気がする。いや直帰じゃないか、さすがに。オバヒ、え、耐えるくね、オバヒは。あ、死ぬんか、死ぬんか。あ、そっかそっか、今一つじゃないんか。そう、シャンデラーに対しての喫須の打点はないんですけど、ここはエースバーン出していきましょう。エースバーンで起点にしていって、もう抜いていきましょう。ここはエースバーンでよろしいと思います。いやー、多分いけると思うけどな。いや、いけないかな、わかんないですけど、ここは、ダイジェットで。いや、ダイジェット打つか、ここ。ちょっと待って、考えろ。ダイジェット打つ。いや、でも、バタフリー、全員に勝てるもんな、一応今んとこ。なんで、ここは、ダイマックスで、ダイジェット。トリトドンは知りません。トリトドンはなんとかするよ。トリトドンも、私、今の時点で、結構、やばいんで、エースバーンのギガインパクトに全てをかけているって感じになっているんで、はい、エースバーンのギガインパクトが通らなかった場合、負け確ですね。キッスがいなくなった時点で、ソーラービームじゃなくて、あれが打てないんで、草結びが打てないんで、一応、トリトドンがもう無理っていうことになってしまうんで、いや、無理よね、多分。いや、抜群4倍弱点取れないときついんで。で、何やったっけ、トリトドンか。あ、これ大ジェッタ飛ぶんで。はい。トリトドン。トリトドンに、どんぐらい入るんだろう、ギガインパクトって。今ね、ちょっとダメージ計算回してますね。弾で、あ、いけそうじゃねHB じゃなければいけますね。HB じゃなければ。HB だと耐えてきます。でも、まあ間に合わんと思う、回復が。回復間に合わないんでいけますね。これ、ダイナックルを削ってきたんですよ、私。うん、ダイナックルが一番通り悪いかなと思って、あの技の中で。ドラパルト、今の今日使ってる構築で止めれるポケモンがあんまりなかったんで、まあ、ドラパルトを処理するためにも持ってきたって感じですね。まあ、バタフリーが、これ眠り粉巻いてきそうなんですよね。ね、無理ごな巻いていきそうなんですよね。まあ、ダイジェット積むしかないんですけど。いや、これパッチラゴ、いや、でもパッチラゴまだいけるもんな。ここは、ダイマックス、オッケー、これはいける、これはいける。バタフリーごときに、うちのエースワン負けません。絶対に負けません。絶対に負けんよ。大丈夫。いや、これはいける。まだある。最後、裏取りとか、いやー、どっちなんだろうな。いや、ここでダイマックスターンをバタフリーで絡ませて、これさ、麻痺引いたらクソだれんやけど。いや、でもまだいっか。まあ、うちパッチラゴン残ってるんで、ダイウォール、エースバーン、いや、でもな、これダイジェットが一番火力出る。いや、ダイジェットか、これ。火力出るの。いや、でもダイジェット打っとかないと、どっちだろう。ダイバーン打つか、これ。でもダイジェット打っとかないと、相手の巨大マックス当てで麻痺を引いた時がきついんですよね。麻痺か毒のタクなんで、相手の、こんなんやったっけ？あ、ここ、ダイウォールマジちょっと相手なんかこれ、舐めすぎん？エースバーンのこと舐めとるよ、これ。オッケー。
ッケーオッケー。まあでもこれダイマックスターンからされとったら結構しんどかったけんね。2連大ウォールはちょっときつかったけど、まあオッケー。バタフリー突破できたのはでかいな。バタフリータスキがたかったらねどうしようってちょっと思ったんですけど、タスキじゃなかったみたいですね。で S2 段階上げたんでラスト1匹、まあこれはエースバーン対決あ、これ見とってください、見とってください見とってください。これをこのエースバーンをワンパンで飛ばすための技ね。そうエースバーンをワンパンで飛ばすための技ギガインパクト、これこれエースバーン確定で一発飛ぶんで、はい、冬打ちなんて耐えます。はい余裕です。なんか弾かな、カウンターかなと思ったんですけど耐えますよそれは。でこっちはギガインパクト、外すなよお前、ギガインパクトって90ね命中、やめろ、当てろ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 、オッケーギガインパクトよし、エースバーン 1.5 匹飛びますね、これ。弾ダメ込み、弾で、弾火力アップで 1.5 匹分ぐらい確かエースバーン飛んだんで、対戦ありがとうございました。まあこれエースバーン、撃つ意味なかったな、これあんまり。いや、でも撃ってよかった、ここは。はい、2戦目やっていきたいと思います。さっきはエースバーンのギガインパクトが刺さったんで、よし、というたところでございます。で、ここサザンドラがめんどくさくて、サザンドラは、まあ、初手サザンが嫌で、何が来るかな、初手。カバとサザンは見れるんですよ、キッスで。でも、ランタンが来た時がめんどくさいんで、ランタン用の引き先用意したいんで、私らが持っていくか、これ。私らが、カバ耳が、あたりは見れるんで、私らが出して良さそうで、で最後、まあ、ギガインパクトエースバーンを持っていきたいんで、エースバーンは今回確定選手なんで、ね、まあ、メインなんでね。カバルドンは、倒せないんですけど、アーマーガーとかやったら普通に倒せるし、まあなんか、ギリギリのポケモンとかも全部ギガインパクト打っとけばなんとかなるんで、まあギガインパクトは強いんでね、ダイマックスせずに効果力を出せるっていうのが、まあ Z 技みたいなもんですね。タイプ1で打てる、はい、Z 技です。Z 技。実質 Z 技。実質 Z 技。使ったら反動で動けなくなるっていうデメリットあるんですけど、起点にされたらマジ罪。いやー、ここ私らがで行くか。私らがにかけましょう。私らがキッス、エースバーンで、これで行きます。でも大体のポケモンはね、キッス、私らがで止めるんですよね。サザンドラも、サザンドラをキッスで受けて、で、私らがで他のポケモン受けるっていうサイクルを回していけば、まあ、ある程度はいけるんじゃないかな。サザンよね。オッケー。サザン、で、ここで相手何出してくるんだろう。ここで、サザンドラは絶対トンボガエルを初手打ってくるんで、まあ今までの傾向と対策ですね。まあ出し負けではないんで、マジカルシャイン打ちますか、普通に。マジカルシャインの通りにんで。直帰ランタンとかやったらワンチャン、これトンボガエル持ってない方か。エースバーン、あ、エースバーンオッケー。エースバーン結構入るよ、これ。いやでも炎タイプか、これ。半減はきついな、メガネっつっても。メガネっつってもきついんですけど、まあこんだけ削ってくれりゃオッケーでしょ。ここはもうキッスダイマックス切りましょうか。ジェットで、ジェットで抜いていきましょう。火炎ボールだと思うんで。アイアンヘッド？アイアンヘッドか。耐えるけど。耐えるけど、きついっすね。しかも、ここで、ちゃんとマジカルシャインは打たなくてよかったと言ったところでございます。マジカルシャイン打っとったら結構しんどかったんでね。で、ここで、エースバン耐えると？ちょ、待って、待って、待って。いや、半減つっても、ダイマックス、あ、でもさっきのマジカルシャインと火力は変わんないんか。まあ、ここはダイジェット2回打つチャンスあるんで、2回打ちましょうか。で、相手、はかった対戦ありがとうございました。ちょ、待った、これはダメ。ボツやん、ボツ。はい、3戦目やっていきたいと思います。まあね、この構築、てかもう今時間ないんでね、もう、録画するの忘れてたんやけど、選出は、初手パッチ、2番手ギャラドス、3番手エースバーンですね。はい、まあなんか、パッチラゴンでご利用して、物理ポケモンをギャラドスで受けながら、最後エースバーンのギガインパクトで貫いていくっていう形でやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。いや、マジで、勝つ。もう選出時間にね、もう選出に時間をかけられん。早く倒すぞ。速攻で肩をつける。ドリューズ、まあ、パッチラゴン対ドリューズは出し負けなんで、ここは、自信やと思うけんね。ここは一旦ギャルドスバックしましょうか。ギャルドスバックで。肩破り。まあ、ここは自信やと思うけどな。こう、剣舞してきたら相手は強いっすね。でもなぁ、ドリューズ、これ、だって弱砲型やったらどうするとって話やけんね。そんな、ダイジェット初手打たれて、みたいな、ことになったら、きついと思うんで、剣舞はさすがにないと思う。さすがに仕切らんと思う。剣舞、まあ、されたところでギャラドスが負けるかって言ったら負けないんで大丈夫なんですけど、なだれ持ちだったらちょっとしんどいかもしれんけどね。剣のまーいまあ、剣舞持っとるよねーって感じなんですけどね。まあ、いっす。それはいっす。
ここは、アクアテール打ちましょう。アクアテールが一番火力出るんで。なだれ持ち。マジなだれきついんですよ。は？これ急所やろ？え、違うん？これ。やばくない？それ。火力。タスキー。タスキー。で、相手、ここ、多分ね、アイアンヘッド打ってきてくれると思う。アイアンヘッド打ってきてくれると思う。さすがにナダルは絶対打ってこん。ここはアイアンヘッド打ってきますね。で、まあね、こいつの持ち物、ゴチゴチメットなんで、相手も道連れ。オッケー、お疲れ。ドリューズ突破できたけん、パッチラゴンの通りがむちゃくちゃ良くなった。これでもうパッチラゴンで全抜きいけるかもしれないぐらいまであるんで、パッチラゴン出しますか。いや、エースバン出してもいいけどな、これ。エースバン出して、抜いていくか。いや、エースバン出そうか。いや、どうしよう、パッチラゴンでいくか。ここはパッチラゴンから行きます。パッチラゴンで抜きます。インテレオン。まあ、エースバンだったら負けてましたね、ここは。まあ、よかった。失敗をせずに行けましたね。で、ここは、タスキ相手インテレオン持ってたんで、このインテレオンタスキじゃないと思う。神秘の雫とかかな。ここ電撃調子当てろ。なんで？なんで相手突っ張ってきた？これタスキじゃないなら死ぬよ。よね。オッケーオッケーオッケー。パッチラゴン通りを過ぎ。よし。いやー、ギャルドスがいい仕事してね、これ。いや、いけるんじゃねえもん、これ。エースバンなんて出さずにいけそうな気がする。パッチラゴン、あ、ラプラス。あ、勝った勝った。これ 100% 勝ちですね。エースバンにダイマックスは取っときます。なぜかというと、あれですね。てか俺、パッチラゴン電撃調子外した結構さ、結構やばいんですけど、これ。負けではないけど、なんか結構きつくなると思う。あのね、巨大戦に張られたら、エースバンつってもやばい気がするんやけど。いや、でも大ノーマル大ノーマルでもゴリ押すしかないよね、それは。もう大ノーマルでぶっ潰すしかない気がする。それか、大盤大盤のこれ火力出るもんな。ここダイマックス切った方が強かった気がする。あ、違う！オッケー、当たった。勝った。え、耐えるんかい。弱点保険発動。いや、弱攻か。まあまあ、いいっすね。こんなん何も怖くないっす。戦慄されたところで、最後エースバーンいますし、ギガインパクトあるんで、勝ちですね。対戦ありがとうございました。よし。耐えるんや、このラプラス。強っ。まあでも、ダイマックス切った4倍弱点も耐えれるっていうのがラプラスの強みですからね。口が回ってない。最後ギガインパクトで勝負を決めましょうか。ダイマックス切ってね。ダイマックス切らないと命中不安なんで。で、この持ち技で一番火力が出るのが、ダイノーマル。大アタックかな。大アタックが一番火力出るんで、ここは大アタックって終わりです。お疲れ様です。降参しろ。いや、これ相手でもね、まだ技外しの勝ち筋あるけん降参できんだよね。そう。だからまあ、私だったら降参するけどね、相手ダイマックス残った時に時間使うのもったいなーいってなって、まあ、降参するんですけど、相手は多分そんなにね、私みたいにメンタル弱い人間じゃないんで、多分突っ張ってきますよ。まあ、強者ですよ、強者。心の持ちようだけは強者。まあ、パッチラゴン一匹で全抜き、全員一匹ずつ倒したか。まあ、パッチラゴンが実質なんか二匹持ってったけどさ、まあ、大ノーマルでワンパンですね、こんな。対戦ありがとうございました。いやー、いいねー。てか、エースバーン全然刺さってなかったんやけど、最後。この二匹に全く刺さってなかったけど、まあ、まあまあまあ、いいでしょう。よし。タイヤリ。じゃあ、今日はね、これぐらいで終わりたいと思います。明日はね、ちゃんとした、もう教えてもらったね、上位の人が使ってる、ギガインパクトエースバンを使って対戦していきたいと思うんで、まあ今日はね、これぐらいで終わりたいと思います。今日は私なりの適当に作った方なんでね、はい、あんまり強くなかったかもしれないんですけど、明日はちゃんと強いやつ使います。ということで、終わります。バイバイ。